こんにちは、キーヤ先生です。聴解練習をしましょう。みなさん、頑張ってくださいね。第1課、聞く練習。Listening Comprehension.A。1、ありがとうございます。2、さようなら。 三、あ、すみません。四、おはよう。五、おやすみなさい。六、こんにちは。 七、はじめまして、よろしくお願いします。八、こんばんは。九、ごちそうさま。十、行ってきます。 十一ただいま .B, example. すみません。今、何時ですか今、6時です。東京は、今、何時ですか午前8時です。1、すみません。今、パリは何時ですか 今、午前4時です。ありがとうございます。いいえ。2、すみません。今何時ですか今、7時です。ソウルは今何時ですか午後9時です。3、すみません。ニューヨークは今何時ですか午後1時です。ありがとう。 いいえ。四、すみません。ロンドンは今何時ですか七時半です。午前ですか午後ですか午前です。五、すみません。台北は今何時ですか午前十一時です。ありがとうございます。いいえ。六、 すみません。シドニーは今何時ですか ?3 時半です。午後3時半です。ありがとうございます。いいえ。C.Example すみません。鈴木さんの電話番号は何ですか51の… 6751です。51の6751ですね。はい、そうです。1、1> すみません。川崎さんの電話番号は何ですか ?905 の0877です。905の0877ですね。はい、そうです。2、すみません。 D さんの電話番号は何ですか ?5934-1026 です。5934-1026ですね。はい、そうです。どうもありがとう。3すみません。うつさんの電話番号は何ですか ?49-1509 です。 49-1509ですね。はい、そうです。4すみません。トンプソンさんの電話番号は何ですか ?6782-3333 です。6782-3333ですね。はい、そうです。 G. アキさんは学生ですかはい。日本大学の学生です。今、何年生ですか 1>, ?1 年生です。専攻は何ですかビジネスです。ケイトさんは留学生ですか ?A. アメリカ大学の3年生です。そうですか。専攻は何ですか 日本語です。